シュレッダーバサミを使ってお花を作ってみました。赤い画用紙を 3,4 センチぐらいの幅に切ります。端を1センチほど残してシュレッダーバサミで切っていきます。一番最後は切りにくいので反対向きにして切るといいでしょう。花の中心部分は1センチぐらいの幅に切ったものをシュレッダーバサミで同じように切っていきます。端から2番目を折り返したら、縦に糊付けしていきます。ビニールコーティングした針金ですね、これを輪にして引っ掛けて、糊がついていますので、このままくるくると巻いていきます。これで花の中心部分が出来上がりました。花びらも同じようにして巻いていきます。こちらは端を折る必要はありません。先ほどの花の中心部分の上に同じようにしてくるくると巻いていきます。花の根元のところをフローラテープなどで巻いてください。ここでは緑色のマスキングテープを使っています。茎のところも巻いておくといいでしょう。花びらを広げていきます。この時にハサミなどを使ってぎゅっと外側に反り返るように、親指と挟みながらやっていくと少し丸みがつきます。花びらの作り方をちょっと変えるとこんなにボリュームのある花もできます。できた花をいくつか集めてアレンジしてみましょう。